この時期に関しては、入居審査に関しては、もうほとんど不動産屋さんにお任せしといた方がいいです。もう口出しちゃダメ。任せて、もうその場で即決して、決めて帰ってもらっていいですと。基本的に任せる。そういう風にやった方が絶対に紹介してもらいやすくなりますし、その結果結局成約率が上がります。で次に、対策に、入居審査ですね。入居審査やってますかね？大体不動産をやってくれてるケースも多いんですけども、入居審査って何かというと、物件を決めて、現場から戻ってきます営業マンがお客さんと一緒に。で、ここにしますってなったら、入居申し込み書ってお客さんと一緒に、お客さん書くんですね。書いて、で、それまあ一通り、不動産屋さんの方で書いてあることは本当かどうかなっていうのを、例えば、勤務先に在籍確認の連絡をしたりとかですね、入学証明書をコピー取ったりとかして、確認して、いろいろやって、大丈夫かなって不動産屋さんが思った時点で、最後に最終確認で、それを大家さんにメールかファックスとかで送って、もしくは電話で全部内容を伝えて、この人入居させていいですかっていう確認を取って、それで OK やれた段階で、契約できるっていうことになるんですけども、通常ですね、大体、入居審査、その場でやるっていうことはあんまりないんで、申込書書いといて、で、後日結果を言うっていうですね。早ければ翌日ですね。その日の夜とかに大家さんと話して、で次の日に結果で連絡するみたいなパターンが多いんですけど、さっきも言いましたけど、繁忙期って、お客さん急いでるんですよ。部屋探ししてる方の人が。要は、地方から部屋を探しに来て、で、決めて、その日のうちにトンボ返ししなきゃいけないみたいな。そういう人がすごく多いんですよ。なので、基本的に、返事翌日じゃ困るんですよ、お客さんとしては。決めて帰りたいんですね。そうじゃないと、帰れないんですよ。なんで、お客さんとしては、絶対にここに住めるんですね、大丈夫なんですねっていうのを確認して帰りたい。でも不動産としては適当なこと言えない。っていうところにまたここにちょっとミスマッチがあるんですよ。そういう状況になると、不動産の営業マンとしては何を考えるかというと、できるだけ大家さんが自分に、ほとんど審査任してくれる。大家さんが後から嫌だのって言わないっていう物件を紹介したいっていうふうに意識的に思うんですよ。大家さんが、後から、申し込み書とか見て、いや、ちょっとこの人断ってほしいとか、そういうことを言い出さない物件から優先的に紹介していくんですよ。もう物件の良し悪し関係ないです。もうそういうところが重要なんですよ、繁忙期っていうのは。なので、基本的に大家さんがあんまり文句言わなさそうな、自分に任せてくれる、そういう感じの物件を、から優先的に紹介しちゃうんですよね。どうしても人なんで、営業マンも。だから、何が言いたいかっていうと、この時期に関しては、入居審査に関しては、もうほとんど不動産屋さんにお任せしといた方がいいです。もう口出しちゃダメ。だから、それを、ポイントは、事前に不動産屋の方に伝えとくってことです。もう申し込み入ったら、もうその場で申し込み書見て大丈夫そうだったら、それ OK 出していいから。あとはもう事後で一応連絡だけくれればいいから、こっちから断ることしないから、もしなんか断りたいことがあるんだったら事前に言っといた方がいいかもしれませんけど、基本的には任せる。任せて、もうその場で即決して、決めて帰ってもらっていいです。というふうに、事前に言っとくだけで全然違います。これをしておくと、入居審査で時間取ることないんで、営業マンとしては変なし、現場行って、お客さんがここにしますって言った瞬間にもう契約成立みたいな感じで帰ってこれるんですよ。事前にもう、不動産屋って、来店した段階でアンケートとか書いてますんで、大体の内容はわかるんですよ。どこどこ大学、入学予定とかですね。大体わかるんで、内容の良し悪しはもう行く前に大体チェックしてるんですよ。だから、基本的には、入居審査で時間を食っちゃうと、お客さん逃しちゃう可能性なんですよ。で、その逃しちゃってるっていうことを、大家さんは分かってないんですよ。気づいてないんですよ。気づかないんですよ。私は言わなかった限りは。だから、そこすごい重要なんですよ。繁忙期だからこそ。もうそこスピード感持ってやらないと、お客さんはその日のうちに OK もらえないんだったら、ちょっと他の物件でってことになっちゃうんですよ。で、営業マンとしても、すぐ OK 出る物件を紹介しとかないと、万が一、その人がトンボ帰りで実家帰っちゃった後に、大家さんから何らかの理由で断れちゃった場合は、すごいクレームになりますから。だからそういうところもあるんで、不動産屋としてはどうしても、大家さんの入居審査であんまり細かいところはこの時期あんまり紹介したくないんです。なんで、ちょっと心当たりあるなって人は、あんまりこの時期不動産屋さんの方に入居審査で口出すと、不動産屋さんに困っちゃうんで、基本的に任せる。そういうふうにやった方が絶対に紹介してもらいやすくなりますし、その結果結局成約率が上がります。これ間違いないんで、この2つですね、先ほど言ってました、陳情開始日。契約先しますけど、家賃開始は3月からでいいですよっていうのをフリーレント。対策、その1。で、その2の対策として入居審査。口出さない。不動産屋さんに全部任せる。この2つですね。この2つやるだけで、逆に言うとですね、この2つだけやれば、繁忙期が決まります。よほど変な物件じゃない限り。だからなんか今からリフォーム費用かけてなんかいろいろ手直ししようかなというふうに思ってる方いらっしゃるんであれば、この時期は逆にそんなリフォームやらなくていいですよ。そういうのにお金をかけるよりは、募集条件とかこの辺をちょっと工夫することで、さっと決めちゃった方がいいです。リフォームとかやるんであれば、万が一夏場とか、そういう時に空いちゃった場合は、長期化する可能性もあり得るので、これを機にリニューアルしようかなっていうのはありなんですけど、この時期は、もうそんなことやらずに、こういうとこだけちょっと工夫して、フリーレンとか入居申請とか、その辺をちょっと工夫して、次の人、ちょっともうさっと決めちゃうと。そういう風にした方が、もう絶対にいいです。なんで、今回そういう形で、ちょっとお届けしました。ちょっと14分になっちゃいましたね。すみません、ちょっと長くなっちゃいましたけども、非常に大事です。ぜひ、大家さんですね、今、空室物件抱えていらっしゃる方いらっしゃれば、ぜひちょっと実践してもらえればと思います。ではまた。